皆さんどうも、ひかりです。ですね、何が恥ずかしいよこれは。1ヶ月前にドライビングスクール通ってるって言ってたでしょ。で、その仮免の技能と学科試験が今日で、あ、環状線うるさいうるさいわ、勘弁してくれよ。まあ実は火曜日やってんけど、その技能の部分はもうえらい緊張してて、もう途中で不合格になって、ああもうどうしようって、結構自信落ちたけど、今日はそのなんていうか、落ち着いてもう花を歌ったりとか、まあ一言をしたりと、まあ、それをして、まあ、落ち着いて集中できるから、合格で行けて、で何やろ、言ってみられてるけど、で学科試験も50問の中で45問、つまり45点取らないといけないんですよ。ほんで、環状線めっちゃうるさいな、ほんまに。私46点でした。やった、すごい嬉しいんですよ今。だから来週の火曜日は路上に入ります。なので大阪市内の皆さん、十分気をつけてくださいそんな合格といってもそんなうまくはないんで、すいません。でも頑張ります。ではまた。